今回ご紹介するのはね、面白い機会に仕上がってますので、ぜひこの後説明しますので楽しみにしていただければなと思います。この女の子がね、最後まで踊りきれれば当たりっていうゲーム性なんですよ。役物を使ってスタートまで行かせましょうねっていうゲーム性なんですね。今回の大きな特徴は、何かの役物に当たらないと、またはスペシャルに行かないとスタートが回らないってことはありません。どっからでもスタートに回りますよというのが一つコンセプトなんです。入り口から玉を入れていただきます。シーソーをくぐった玉がこの 8個の穴の赤を目指していただきます。赤に入って初めてスタート。スタート確率は約 10.9 分の1です。どうですか、おもとさん。 10.9 ならなんか当てられると、なんかいけそうな、ね、気もしますよね、はい、じゃあ実際スタート回りました。どうなるのか。上部の7セグが回ります。図柄の7が止まれば当たりなんですけれども、今回そういうゲーム性じゃないです。先ほど言ったように、この女の子が最後まで踊りを踊りきれれば当たりといったゲーム性になっております。じゃあ実際当たったらどうなるのか。2000発の2セット、4000発がまず固定でいただけます。右打ちしていただいて V 通過が条件ですね。で、今回は所要時間が約4000で出ても約8分で消化してまいります。天竜でも好評だったやっぱり9時からとか遅い時間、または最後のパッキーカード3000余ってるのをやりたいなという機会には適しているのかなと思います。で、今回は天竜になかった継続性を持たせてるんですよ。どうでしょう、これも 8.9 分の1の1回転なんで、エンドユーザーにはやっぱ10分の1前後の確率を設けることによって、やっぱり当たるかもしれないなって期待感を持たせたかったっていう確率になってるんですよ。で、実際 8.9 分の1の1回転で当たることができれば、4000発がもう1回取ることができる。その際にはこの上部、このパネルですね。昔あの平和さん本家のね、バレリーナとかホピピピってあったんですけど、言っちゃってます。まあいいんじゃない。あ、今日テレビつながってんだね。まずいかなこれ。まずいかな。あの尊敬してますから私は。尊敬の意味で尊敬してます。そういうことです。思わずさせていただきます。マネホンですからね。そうです。マネホン工業です。はい。ここをパネルで赤で止まったら当たりを、これもね、もうチープなんだけどくだらない演出になってますので笑っていただければな。で、今回のコンセプトは天竜の時にがちょっと男臭くてガリッと玉が出るスペックだったので、今回見て笑ってもらいたい、うわーって和んでもらいたい、ただ出玉だけはついてくるよっていう風に仕上がってますので、ご期待いただければなと思っております。